はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。 YouTube のコメント欄に質問が来ていたので早速扱っていきたいと思うんですが、はい、モンハイに行く予定なのですが、ちょっとストップね。はい、モンハイというのは、はい、主に学習塾、まあ、および今予備校と呼ばれているところが、はい、小学校、中学校、高校の校門の前、生徒が学校に入ってくるもののところで、塾の資料であったりとか、チラシであったりとか、そういったものをこう生徒に、なんとか塾です、お願いします、感じで配るやつを、塾によって呼び方が違うんですけど、はい、ちょっとここ統一して、ビラ配りというこの動画で呼ぶことにします。ビラ配りがあんまり乗り気しないんですけれど、うん、そもそも効果はあるんですかっていう質問です。ビラ配りに関しては一定の成果はきちんと上げられます。正しくやれば。嫌なのは分かりますが、実はこれね、一定の効果があって、でどうやってやったら効果が出るかを今からちょっと喋っていきたいなと思ってます。まずビラ配りの目的っていうのは、当然塾に来てもらうことですよね。で、顧客が商品を選ぶ、物を買う時の確率っていうのをね、求めることができるんですよ、うん、これ提唱してるマーケティングの人がいて、うん、どうやって求めるかっていうと、認知度×好意度×廃価率、買おうと思えば買える状態にあること、行こうと思えば行ける状態にあることのことを指します。例えば認知度 100%、 好意度も 100% だけど買えませんじゃもちろん購入してもらえないですよね。逆に廃価率 100% で認知度 100% だけど好意度が 0% だと買ってもらえません。嫌いだから。これは誰が提唱してるんですか？確率思考の戦略論という本を書いてる森岡さんっていう人なんですけど、まあすごい簡単に言うと、前のユニバーサルスタジオジャパンの社長です。はい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 、ユニバーサルスタジオジャパンって日本に来たばっかの時は不祥事を起こしまくって、入場者数がどんどん右肩下がりで下がっていって、うん、やばいんじゃないかって言われたのを、V 字回復させた方です。立て直した人、ね、はい、立て直した、はいはいはい、まさに超本、その方が本で提唱してるやつ、まあ、理論で人が商品を購入する確率っていうのは、うん、認知度×好意度×廃価率で求めることができると、うん、でなるべくこの3軸の全てを上げていくことが重要であるっていうふうに言われてます。で、僕はこの技術をビラ配りにも応用してました。まずビラ配りの行為はこの3軸でいうと、どの軸を上げる行為ですか？認知度。そう、正解正解、認知度ですね。ビラ配りをすることによって生徒たちの認知度が上がります。そのビラをもらった生徒は家に持ち帰って、親がそれを認知します。で、当然塾割と便利な場所ありますから廃価率も高いでしょう。で、問題はこっからなんです、うん、ここからがビラ配りの差が出るところなんですけど、うん、ビラ配りでいかに好意度を上げるかってところなんですよ、うん、で、これね、一番やっちゃいけないパターンを2つ言います、うん、はい、まず1つ目はめちゃめちゃ強引を出す。お願いします、もうもらってくれるまで払う、もう追っかけるみたいな、もうこれ最悪です。100分持たせたから100分全部配りきれるみたいな、そういうことを指示出す方がいらっしゃるんですけど、逆効果です、うん、なぜかというと100部意地でも配ったその何割かは、やだなこの塾って思っちゃってます、うんうん。だから認知度と廃価率は高くても好意度が下がるんで来てくれません、うん、自然にもらってくれる人だけに渡すのがベストである、うん、で、もう一個やっちゃいけないパターンってのが、なんかこれ やる意味ないよねって言って不愛想に、うん、お願いします、うん、お願いしますって立ってるパターン、あともう気まずいことで突っ立ってる。なんか嫌々だったり自信がないのって伝わるから、そう、うん、それによって上がるものはこの3軸の中で1個もないですよ、うん、むしろ好意度が下がりますよ、うん、ってことなんですよ、うん、なので一番いいのはとにかくでかい声じゃなくていいんで、うん、, 笑顔でもらってくれなくても、うん、こんにちはとか、うん、おはようございますって言って、うん、スッて出してもらってくれなかったらサッと引く、うん、で、これをとにかく印象いい感じでやる、うん、そしたら、だから僕はアルバイトの、ね、子たちにビラ配りに関しては頼んでいて、一応100部持たせるけど、うん、全部配ってこなくていいから、うん、余ったものはどっかに捨てたりしないできちんと持って帰ってお家で保管してもらって、次行く時またそれを持って行ってもらっていいですかと、精一杯いい感じで配ってもらっていいですかという感じで配ってもらってました。認知度×好意度×廃価率で顧客はその商品を選ぶ確率が決まっているというのが正しい、ユニバのマーケティングが正しいとするんであれば、ビラ配りは認知度向上のため、そして好意度向上のために行われています、うん、もらってくれなくてもそれを上げることはできます。どこかで必ずリターンはあります、うん、追いすぎない、引きすぎないすげえ微妙なラインだけど、うん、そういう風にやってくれるのが一番良いのかな。
思ってます。この質問ね、いつもコメントねくださってるんで、はい、いつもコメントくださってない方でも別に質問答えますんでよかったら質問してください。ただ全部が全部扱えるわけじゃないんで、その辺はよろしくお願いします。参考になった方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。